エイリヒバイは、ドイツ海軍の軍人。最終階級は、海軍少将。イギリスとドイツの間で行われた最後の戦艦同士の砲撃戦の指揮官。ハンブルク生まれ。1916年6月13日に海軍に入り、駆逐艦に配属された。その後大戦を生き抜き、ワイマール共和国時代も海軍に勤務、中佐で第二次世界大戦の勃発を迎える。 1939年12月7日には、駆逐隊司令として、ブリテン島沿岸に、機雷不説のため駆逐艦、ハンス・ロディに乗艦し、領艦エイリィ・ヒギーゼと出撃、さらに遭遇した A ー級駆逐艦を大破させた。1940年4月9日に開始された、北欧侵攻には、駆逐艦隊司令官のフリードリッヒ・ボンテ大将の帰下第四駆逐隊司令として参加し、 なるべく戦領の任を帯びたエデュアルとディートル少将の山岳部隊を輸送した。4月10日のにおいて戦艦ウォースパイトを含む優勢なイギリス海軍と戦った。指揮していた駆逐艦8隻をすべて失ったものの、この戦いを生き残った場合は5月9日に騎士鉄十字章を授与され5月10日に大佐に進級し4月10日の第一次なるべく海戦で戦死した。 ボンテ大将の後任として、駆逐艦隊司令官に就任した。その後、1942年2月のゼルベルス、作戦では駆逐艦隊を率い、シャルンホルスト、グナイゼナウ、プリンツオイゲンからなる主力艦隊を護衛した。1943年3月に少々に進級。11月には病気療養に入ったオスカー・クメッツ、上級大将に代わって、 シャルンホルストを機関としたノルウェー方面の水上艦隊を指揮することになる。12月25日、バイはムルマンスクへ向かう連合軍の JW-55B 戦団を攻撃すべく、シャルンホルスト特築艦 Z29,Z30、Z33、Z34、Z38 からなる艦隊を率いて、ノルウェーのアルタフィオルドから出撃した。 途中駆逐艦を散回させた後、シャルンホルスト艦艦で作敵中、戦艦デューク・オブ・ヨークを機関とする圧倒的なイギリス艦隊に捕捉され、海戦に突入した。シャルンホルストは撃沈され、バイは戦士と認定された。なお、A、駆逐艦スコーピオンが、シャルンホルストの艦長と司令官バイが重傷を負って浮いているのを発見したが、 救助する間もなく沈んだと報告している。この時対戦したイギリス海軍のブルース・フレイザー大将はバイの優れた見識と勇敢さに感銘を受けていた。12月26日夕方、フレイザーはデューク・オブ・ヨークの中で将校たちに次のように訓示した。新主諸君、シャルン・ホルストとの戦いは我々の勝利に終わった。私は君たちの誰かが 戦力が倍以上違う相手と戦うことを要求されたとき、ンをシャルンホルストと同じぐらい立派に指揮することを望む。ブルース・フレーザー。ありがとうございます。